こんにちは、みです。今回は教員を辞めようかなと思った時にやるべきことというテーマでお話をしていこうというふうに思います。現在とっているのがですね、今12月くらいなんですけども、この時期にですね、学校先生ね、来年度ね、どうしようかなと、ちょっと辞めたいなってね、どうしようかなって思っている方もですね、一定数はね、いらっしゃるのかなというふうに思いますね。今回は学校先生ね、辞めたという経験なので、ね、僕自身のタスクさんとですね、対談形式で教員ね、どうやって辞めようかとかね、辞めたいと思ったらどうしたらいいのかについてね、体験の通してお話をしていこうというふうに思います。で、先日の動画の方でですね、タスクさんの、お話をね、していただいたように、今回は、僕自身のね、教員についてお話をしていこうというふうに思います。それでは今回もタスクさん、じゃあよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、ですね、僕が転職した経緯は、以前の動画見ていただければと思うんですけれども、神さんも以前は僕と同じ学校の先生されてたと思うんですけれども、辞めようかなって思ったのって、いつぐらいなんですか？いつっていうのすごい難しいですけど、ずっとなんか、思っていて、具体的に言うと、僕はなんか、教員採用試験を今ずっと落ち続けていて、採用試験を落ちたときに、来年受けるっていうよりはもうやめようかなって感じだったので、8月とかくらいに強く思ったっていう感じでしたが。8月に採用試験を受けるじゃないですか。で、そこで、落ちてしまって、それっていわゆるその学生の時ですよね。学生の時は落ちて、講師の時も落ちたので、落ちた時にもういいかなっていう感じがちょっと僕の中でしてきて、学校先生、もちろん仕事も大変ですし、もちろん楽しくというか、好きでやっているのはあったんですけど、好きでやってるとはいえ、多少やっぱり仕事が多かったり、多忙だったりしていく中で採用試験を受けて、落ちているという現実を受けて、別に、こんだけ頑張って落ちているのであれば、一回やめてもいいかなって僕の中で思って、出たんですね。なんかこんなに頑張ってて落とされるならちょっともういいわって感じに僕はなってたっていうのが僕の正直な現状でしたね。で、それを思ったのが結構もう現役というか講師1年目くらいかも思っていたので、実際それでも4年間続けたんですけども、もともとなんかもうその辞めようと思ってやっぱりなんかすぐに辞める決心は全然ついてなくて、そう思いながらも何となく続いていたっていうのがあったんですけども、講師2年目の時に、来年ね、ちょっと丸々先生はちょっと、この学校に入れませんということになったときに、すごく初めてそこで結構その講師の不安定さに気づいたというか、本当にここまでいけないなって思ったので、そっか、2年後くらいにやめようみたいな感じで、結構貯金と、協賛対策はほとんどせずに、もう貯金をしてなんかちょっともう自分はもうちょっと学校先生やめるぞみたいな風に、やめてなんかもう先生とかに依存しないような生活をしたいなと思ったのが結構きっかけだったので、そこからも海外に行くみたいなことにシフトを置いて、学校先生やりながら貯金をしてみたいなことをやっていたって感じですね。だからそこから僕は準備期間2年くらいだったんですけど、それは僕の経験としてなんですけど、ちょっと12月のこのタイミングで急遽なんかやっぱり今の職場しんどいし、今の学校しんどいし、やっぱり自分が何年か講師とか先生とかやってるけど、やっぱりしんどいなって思ったら、僕はやっぱりどうするかっていうと、校長先生の面談が多分11月か12月後にあると思うので、そこのタイミングで一回お話は、もう来年はちょっとやめようと考えてますみたいなことは、もうお話はしといた方がいいかなと思いますね。で、その上で、なんか僕の価値観的に言うと、どれくらい貯金額があるのかが結構僕の中では大きなポイントで、なんか貯金額がある程度、1年くらい、収入でも生活できる貯金額があれば、僕は全然もう普通に転職活動をするしないを置いといて、普通に辞めたらいいかなというふうに思ってるんですね。で、逆になんかその、講師とか2年目とかの時っていうのは、貯金が本当に40万ちょっとくらいしかなくて、ちょっと40万ちょっと、僕自身が不安な方なので、12月の段階で貯金がまああんまりない段階で、どうするのかっていうと、一個は転職、ちゃんとできるのかなってちゃんと調べて、そこから転職活動をして、OK そうだったら辞めればいいかなっていう感じなの。と、一応なんか緊急で、絶対今年度辞めたいって思わなければ、もうちょっと待ってもいいかな。もうちょっとお金貯めて、余裕持って辞めてもいいかなっていうふうに、その二択かなって思うんですね。で、そこでもう一年はさすがに、あと3ヶ月と、来年度もう一年はちょっとさすがにしんどいっていうのであれば、そこはもうもちろんね、貯金とか、転職とか関係なくね、辞める方向の方がいいと思うんですけど、結構そこが基準かなっていうふうに思ってますね。わかりました。僕の場合って結構もう、お金っていうよりも、
教師っていう仕事に対するやりがいとか、他の自分のやりたいことっていうのを結構主眼に置いてたんで、あとは僕見切り発車してね、4月の段階でやめますって言っちゃったりとかしてたんで、どっちかって言って多分僕の方が例外少数派だと思います。あとはそのお金の話が出てたと思うんですけれども、まあ僕は正直お金のことあんま考えずに転職活動して、まあ結果なんとかなったんで、まあ、大丈夫って言いたい気持ちはあるんですけど、やっぱお金っていうのはね、すごい転職するにおいてはもう一番大事かもしれないぐらい優先順位が高い項目だと思うんですけど、アンミさんの中でそのいくらぐらいあれば教師から転職する上で安心できるなっていうその目安の金額っていくらぐらい設定されますか？ちなみに分かりやすく100万くらいですね。一応1ヶ月10万円で生活できると仮定したら、まあ、10ヶ月持つわけなので、まあ、無収入でも、まあ、来年の4月からなんか10ヶ月後だからまあ2月くらいって、まあ、ほぼ1年くらいですよね。まあ、無収入でも一応、まあ、生活まあ、月10万で生活できたら、まあ、できるわけだろうで、まあ、そう思うと別にまあ、なんか、たとえ転職活動うまくできなくても安心ですし、まあ、最悪なんか1年間遊んで暮らせるわけだろうで、まあ、心の余裕があるかなって思うので、なんかどうしてもなんかどっかの会社に、まあ、面接で受からなきゃとかって思って、無理やり受からなくても、まあ、一応1年間は過ごせるし、まあ、大丈夫じゃないかなっていうスタンスで面接も受けれたり、本当にまあ、ちょっと海外行ったりとか、まあちょっと本当は実はこれやりたかったところで挑戦できたりもすると思うので、まあそこ100万くらいあると僕は安心かなと思いますし、まあ僕は実際100万以上あった状態で辞めたので、本当になんか僕はなんか、その転職活動もまあすぐ決まったんですけど、まあどっちでもいいかなという。当時コロナウイルスもなんか広まってきたから、まあちょっと世界一周できないから、まあとりあえず、まあ就職できた方がいいから、ちょっと面接行こうみたいな感じで面接行って、ああもうぜひぜひって言われて、あじゃあお願いしますっていうふうになったので、まあ僕は余裕があったというか、まあ転職できたらいいなくらいで、って感じだったので、まあそこはだいぶなんかメンタル的にはすごい安定してるかなと思いますね。なるほど、わかりました。本当に僕と違う転職の経緯、同じ教師からの転職でも全く違う路線でというか、思ってることが全然違うんだなっていうふうに今感じました。僕は結構必要に駆られて、今すぐでも辞めたい、すぐに違う仕事したいっていう、まあ、緊急性を感じての転職だったんで、以前の僕の動画で話した通り、3月で辞めることを想定して、逆算して、今ぐらいの時期から動き始めないとまずいよねって思って転職活動してたんですけど、アンビさんの場合は、転職できたらいいやっていうスタンスってことですもんね。あ、そうですね。はい。はい、なので、じゃあ、転職するにおいては、お金的な余裕がないとダメだよねっていうことですもんね。まあ、あったらすごい楽かなと思いますし、なんか僕はなんか別に正社員じゃなくてもいいとすら思ってたので、とりあえずなんか学童保育とか放課後デイサービスとか、まあ学習塾とかをどこでもいいからとりあえずなんか行ってみようって感じで言ったら、まあ本当に最初の1社目で決まったので、あ、もうじゃあそこでみたいな風で。で、結局、まあ、正社員になったということなので、そういうことができるんですね。やっぱり、貯金が、自分なりに余裕があると感じていれば、できるので、まあ、もちろん100万とかって、じゃあ100万ってお金持ちかっていうと、お金持ちじゃないって、もちろん、将来100万で一生当たりかって、全然そうじゃないんですけど、まあ、やっぱり余裕を僕が感じることができていたのが、やっぱり大きかったかなと思いますし、本来なんかやっぱり働くってそうかなと思っていて、そんななんか身を削って、なんか心を削って、なんとか働かなきゃってしなくても、極論なんとかなると思ってるんですけど、でもやっぱりもちろん僕も経験があってわかるんですけど、やっぱりそうは言うけども、実際今自分貯金本当になかったら、とてもそうは思えないのもわかってるので、やっぱりそこはなんかまあ自分のメンタルがすごい大事なのと、まあ、そのメンタルを安定させるっていう意味でやっぱり貯金額がある程度あるっていうのは大事。っていう思うので、まあ、できたらなんか今やめたいと思って、貯金額がないのであれば、まあ、僕個人のおすすめとしては、じゃあ来年でも、まあ、貯金を貯める1年にして、まあ、やるのもいいかなって思ったりはしていますね。そうなんですね。本当に、人それぞれってことですよね。その僕みたいに必要に駆られて今すぐやめたいっていう人もいれば、はい、アンビさんみたいに、まあ、ある程度余裕を持った状態でゆっくり始めたいっていう人もいると思うので、じゃあ、アンビさん、まあ、ゆっくり転職をされてた方っていうことだったんで、今、学校の先生を辞めたいと思ってる。でも、今、アンビさんがおっしゃったように、お金の心配とか、次働け口があるのかっていう心配を抱えている人は、今、何をすべきだと思いますか？まず、まあ、12月なので、まあ、校長先生にまあ相談ですよね。今、僕自身というか、まあ、自分自身は、まあ、辞めたいと考えていますが、現実まだそれを思ったばっかりで、まあ、転職先も決まってないので、一応今、そういうことを考えているので、ご相談しました。まず、校長先生にお話をすることが1個目ですね。でもう1個、やっぱり、本当に緊急で、精神的にあると思うので、それ十分可能性としてあると思うので、まあ、であれば、やっぱり、転職活動をした方がいいかな
とは思います。で多分そういう人って、まあ、僕はそうだったんですけど、プログラマーになりたいとかすごいことをやりたいってよりは、まあ、とりあえずなんか今の学校現場から離れたいと思ってると思うので、学校先生と関係のある仕事ですよね。放課後デイサービスとか、まあ、学習塾とか学童保育とか、まあ、児童館とかそういう学校と関連性になるところだと子供と関わる仕事なので、そこまで大きく差がなかったりとか、面接とかも教育免許持ってますか、あ持ってます、学校先生やってますだと、あじゃあぜひぜひってなるので、そこまで僕は苦労しなかったんですね。そういうなんか同じような業界とか学校とつながりのあるそういう業界とかを面接していくと、そこまで苦労しないのかなと思いますし、まあ、実際そういうところってもう学校現場よりは労働環境は楽なので、まあ、すごくそこはいいのかなと思いますね。じゃあいわゆるその学校現場との働き方に近いような職種であればそんなに焦る必要はないけれども、僕みたいに本当にガッチガチのベンチャーとか普通のゴリゴリの民間企業に本当に利益追求みたいな感じのところに行きたいって考えると、またちょっと経路が違ってくるねみたいな感じですよね。戦略がいるかもしれないですね。それってもうなんか仕事を書いて自己 PR 作って、僕はほとんど作らずに行ったので、もう現役の先生ですって言ったので、はい、まあ、それで全然通るので通りますね。普通に通ると思います、うん、今でも全然それで普通に、まあ、ちょっとやめたいけど、まあ、仕事は欲しいなっていう人は、まあ、そういう風でもいいかなと思いますね。まあ、いろいろこう、まあ、僕の転職の経験も踏まえて、アンビさんの話も今伺って、僕が思ったのは、本当に自分が次どういう仕事をしたいかによって、やり方って変わってくるんだなっていう風に思いました。うん、まあ、本当に今この動画見てくださってる方ね、今学校の先生辞めたいけどどうしようと思われてる方たくさんいると思うんですけれども、本当に次自分が何をしたいのかっていうのをしっかり考えてから自分が踏むステップっていうのは大事になってくるかなと思います。でもあとは僕もアンビさんも共通してたのは、辞めようと思ってから何でもいいから転職活動っていう項目で何か始めてみる、まあ履歴書書くでも自己 PR 考えるでも実際に会場に行ってみるでもいいから、何か動いてみて実際に自分が実感してみるっていうのがすごい大事なんだなっていうふうに思いました。はい、じゃあそんな感じで今回の動画はこれで終わっていきます。最後までご視聴ありがとうございました。